はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは。今回はですね、ドラゴンクエストについてですね、ちょっとお話ししていこうと思います。今回の、雑談企画なんですが、ドラゴンクエスト12、発売時期がまだわからないということで、もしかしたらスイッチの後継機で出るんじゃないかっていうような、まあ、情報が入ってきましたので、ちょっとお話ししていこうと思います。ドラクエ12ですね、結構前から発売、開発のお話は出てるんですが、なかなか情報が出ないということで、結構ですね、もう3リメイクがたまたま出たから良かったですけど、結構痺れ切らしてる、ユーザーの方がですね、痺れを切らしてる作品の一つでもあります。で、それに関して、スイッチの後継機で出るかもしれないという、結構深い情報が入ってきてですね、そうなってくると、2025年どころか、2026年すら超えるんじゃないかというような、情報も入ってますので、そこら辺回してお話ししていければと思います。はい、ということでですね、お話ししていくわけなんですが、まずですね、このスイッチの後継機で発売するという情報のきっかけになったものなんですが、こちらですね、ちょっと画像はですね、個人の方なので画像は載せれませんが、今回ゲームズコム、ドイツで、行われたゲームズコムっていうね、まあ、東京ゲームショーとか、まあ、そういう感じの試遊会が、あったわけなんですが、そこにですね、堀井さんがドラクエの紹介をしに行ったみたいなんです。で、この方がですね、ゲームズコムで IGN との最近のインタビューで堀井雄二氏がドラゴンクエスト12、任天堂の次世代ゲーム機で発表されることを確認しましたというような、投稿をされてるんですよ。で、これがですね、まだ全然情報出てないですし、堀井さんの X とかにも全く載ってない情報なので、そもそもこの投稿自体 OK なのかどうかっていうようなところはあるんですが、実際にこの方が個人の方であるならば、企業か個人かわからないんですよね。この方が個人の方であるならば、例えばこのドイツのゲーム会社の重鎮であるとか、何かこうドラクエ関係に携わっている方、まあドラクエが好きで有名な方で堀井さんとお話ししたというような方かもしれないんですけど、この人が多分個人的にインタビューした時に、堀井さんが12が次世代の、任天堂の次世代ゲーム機で発売しますよってポロッと漏らしちゃって、それを投稿しちゃった可能性も、あるんですよね。で、これがですね、堀井さんが何も言われてないのと、あと、この堀井さんと写真を載せてるんで、堀井さんとの写真を載せた上での投稿になってるの、多分、嘘は言ってないと思うんです。まあ、そういうような方にも見えないんで、嘘とかではないと思うんですけど、まあ、結構ね、これがですね、物議を醸してます。コメントとかもですね、まあ、みんな思ってたけど、まあ、ついに言及したのかと、堀井さんと、次世代のゲームで出すのかと、任天堂のね、まあ、任天堂スイッチの2後継機が出るという噂があってですね、価格がなんか7万ぐらいいくみたいな話を僕ちょっと知り合いからつてで聞いたんですけど、ちょっと本当かどうか知らないですよ。本当かどうか知らないんですけど、7万ぐらいいくんじゃない、6、7万ぐらいするんじゃないのかっていうお話も聞いたんですが、そこのソフトとして発売する可能性があるみたいなんです。で、他ですね、ドラクエが任天堂切ったらもう国内すら終わるから当然だなということで、まあ、スイッチ独占で出す可能性も高いんですよね。で、ドラクエ12、ダークで大人向けだからスイッチに出ない。スクエニがですね、オクトラやトラストもその振り込みで売ってんだけどと、前からこう言われてたしなということで、これね、オクトバストラベラーとかもですね、まあ、スイッチで発売、まあ、独占じゃないですよ、スイッチで発売してるんで、まあ、ドラクエをスイッチでまず出さないっていう選択肢はもうそもそもないと思うんですよ。スイッチがやっぱ一番普及してるんで、グラフィック動向とかでもプレイしやすい、プレイしてもらう、買ってもらわないと、スクエニやっぱダメなんでね、今特に。なんで、まあ、スイッチを捨てるってことはまずないと思うんですよ。ただ、スイッチの後継機が出るのが、2025年とか6年よりも後になるんじゃないっていう噂もあるので、そこに合わせてくるんだったら、おのずと2025年6年以降の発売になってきますよね。で、スイッチ2がもし出るとして、そのソフトがスイッチのソフトでも遊べるとか、スイッチ2独占のソフトがスイッチにも、運用できるよとか、いうのがあれば全然、互換性があってみんな買いやすいと思うんですが、スイッチ2のですね、金額が、まあ、噂ではまあ5万を超えるんじゃないのっていう噂ももちろんあるんで、またこれね、買いにくいんですよね。最近プレステ5の金額が、ドカッと2日からですね、1万3000円ぐらい上がって、セットで買おうとすると10万を超えるような、もう超高級品になってきたわけなんですが、まあ、これゲーム市場の価格高騰とかもあってですね、ゲームはやりたいけど、やっぱゲームを買う余裕がないよと、今の日本の情勢とかも考えてですね、もう今の状況ではもう買えないと、もうここまでしてやるもんでもないっていう方 もう結構増えてきてるので、僕としては、スイッチ2のソフトで出すのもいいけど、まあ、スイッチの互換
スイッチのソフトとしても互換性を持たせて出してもいいんじゃないかなって思うんですけど、この方の投稿が本当なんだとしたら、スイッチ2の後継機独占で出すっぽい、まあ、スイッチだけ、ね、その後継機で出すのか、まあ、多分プレステ5は捨ててこないと思うんで、プレステ5では絶対出しますし、Steam とかね、そこら辺はあると思うんですけど、スイッチで言うと、スイッチ1、まあ、今のスイッチですね、今のスイッチは捨てると言ってますような、みたいな発言をされてるんですよね。ちょっとここがね、すごい微妙なところでよくわからないんです。で、堀井さんもですね、8月25日にですね、ゲーム、X 投稿してまして、ドイツのゲームズコムに行ってきましたと。ヨーロッパ中のゲーマーが集まり大盛況でしたよ。ドラクエ3リメイク一般の CU 代は出しませんでしたが、多くのメディアさんにプレイをしてもらい高評価をもらいましたよかったというところで、ドラクエ3のエイジリー3リメイクの CU 代は出してですね、プレイはしてもらったみたいなんですけど、ここに12の情報を全く持ってきてないっぽい発言を、堀井さんがされてるんです。なんで、もしかしたら本当に雑談中の雑談でポロッと漏らしてしまった可能性があるのと、全く違う話をしたけど、この方が少し勘違いをしてドラクエ12が攻撃で出ると、言ってしまったのか、まあ、ここら辺がちょっと微妙なところなんで、ちょっと皆さんのですね、予想を教えてもらえると助かります。もうね、ほんと12結構長いこと、開発しててですね、一時期開発中止とかっていう噂も立ってて、一応開発はしてるみたいなんです。で、3-1-2のリメイクを順々にプレイしていったら驚きのサプライズがありますよっていう情報もあったことでですね、もしかしたら12が、2の後の世界のお話なんじゃないかなっていうような、情報とか考察も、ちらほら出てますよね。まあ、ドラクエはですね、で、ロゴのタイトルとか、ロゴの雰囲気とかもこうロトシリーズに寄せてきてるんで、まあ、そういうような、まあ、考察とか、予想も、ふらふら出てるんですが、ドラクエ12ですね、結構ダークで大人な、作品ということで、今までのドラクエとは少しテイストの違う、新しいスタイルの作品に仕上がっている可能性が高いんです。なのでですね、スイッチ2とか、ブレステ5で、こう発売してですね、もしかしたらとんでもなく、もうそんなことすら気にならないぐらいね、とんでもないストーリーが待ち構えている可能性もありますので、まあですね、スイッチ2とか、まあ、プレステ5ももちろん高いんですけど、今ちょっと高いんですけど、皆さんも、お金貯めてですね、ぜひ買ってプレイしてみて、実際にその結末をですね、自分の目で見届けるというのも、まあ、ありなんじゃないでしょうか。まあ、最近はですね、YouTube もあるんで、こう動画投稿されてる方もいますし、まあ、そういったところで全然見ても楽しいと思うんですが、まあ、実際にやっぱ自分でプレイして、自分の目で結末を見るっていうのが、僕結構楽しいと思う派なんで、まあ、そこら辺はですね、皆さんも、ちょっとね、頭に入れながら、今後のお金運用、お金貯金とかですね、考えてもらったらどうかなと思います。で、今回の、スイッチ2の件に関してはですね、皆さんちょっと予想してもらって、もしコメントで、教えてくれそうな方いればですね、コメントでそっと買い取ってもらえると僕、見ます。はい、見てですね、あ、そういうことねと、そういう考え方もあるかと。なるので、無知な僕にですね、教えてください。お願いします。はい、ということで、今回はこんな感じで終わります。まあ、ね、とにもかくにもですね、ドラクエ12は、まあ、発売は多分されると思いますので、まあね、長くも長々と待ってですね、プレイしていきましょう。はい、ということで、終わります。どうも、ありがとうございました。お疲れ様でした。